ことの葉ラジオ。皆さんこんばんは。ことの葉ラジオのお時間です。今日も皆さんに素敵なお話をお届けしたいと思います。ナビゲーターの崎山日和と松本流星と加部真奈美です。よろしくお願いします。さてタイトルコール誰が言ったでしょう、はい、誰でしょう。初の試み、ね、ね、正解は、正解はなんと全員でした。全員です。今これですね、ちょっと裏事情なんですけど、最初にエコーをね、あ、でも YouTube だとかかってないのかな。そうだね、そうだね、その方だとかかってないんですけど、実はエコーかかってるんですね、最初のことの葉ラジオで。なので最初にエコーをかけたままこの録画開始とかの設定をしてるんですけど、まあね、ペンとかの音がね反響して入って、ね、大丈夫かなと思いながらBGM です。うん、意外とね、なんかBGM なの、ね、作業音みたいな。そう、なんか入ってる時と入ってない時あるよね。意外と入ってないって時もあるよね。そうだね、うん、僕は意図して切ってます、だからマイクを。あら、プロですね。残念ですが私は入れてます。大丈夫です、神経を研ぎ澄ましていきましょう。まあ入ってるか入ってないかはね、録音聞いてからの楽しみ。そうですね。はい、そんな裏事情でした。はい、そしてですね、今日11月24日、はい、はい、もう11月が終わります、はい、そしてクリスマス1ヶ月前ですね。そうですね、そうだ、イブの1ヶ月前か。ことの葉メモリーも今日でラストです。だんだん早い、ね、もう終わっちゃうんですね。終わりですよ。まだいけそうなのにね。な、またね。これ以上やっちゃうとね通常回みたいになっちゃいますね。そうだね。新しいものもね、読んでいきたいしね、はい、はい、そしてですね、はい、今回のトークテーマをガベちゃんからいただきました。発表します、はい、発表しますよ。今後楽しみなこと、もうありますか。1年も終わりそうなこの時期ですけど、はい、僕はね、うん、あるの。おちょうどね、はい、あさってキャンプ行くの。おー、24、25、26、おもう直近ですね。そう、めっちゃ直近なんだけど、超楽しみな時期じゃないですか。超楽しみよ。準備万端ですか。おう。そうでもない声色だった。可能性がちょっと不安だった。ちょっと危なかった。大丈夫、あのキャンプ用品とか全部友達が用意してくれるから。まあキャンプはですね、私もそこまでやったことはないんですけど、すごく寒くなる可能性があるので、本当に着替えとか、うん、羽織れるものとか結構余分に持ってってもいいぐらいです。あ、なんかそれは言われた、友達に。地面に敷いてる敷物とかが薄かったりすると地面の熱が直でくるのね、うん、あ、すっごい冷たいの。だから寝てる時に寒すぎて起きちゃう。あー、寝れないんだ。そうそうそう、だからカイロとか持ってってもいいかもしれないです。あ、なるほど。冬ですしね。そうそうそう、沖縄といってもね、うん、もう寒いよきっと、ね、夜だし、あったかくしてってください ね、 ね、風には気をつけて、まあ、楽しんでいきます。はい、楽しんでってください。いい、ね、料理担当なんで僕。おお、頑張ってください。いいな、羨ましいね。楽しんでいきます、ね、いってらっしゃいです。はい、じゃあ続いて、お、なんだ、目があったぞ今。どっちから君だよ。私か。私はまだ悩んでるんだ。私は楽しみなことは初詣ですね。おお、もうちょっとでいける。確かにね、初詣いいね。あ、私最近行ってないわ。最近ここ数年行ってない。あ、そうなの。うん、でも行き出したのもここ数年、そして行かなくなったのもここ数年。その数年何があった。何も知らない。そっか、私年末とか、いやいや、これはまた長くなっちゃうから、うん、日和に。いやいや、でもなんかうん、寒い時に年末ガヤガヤ、年始とかガヤガヤした中で、うん、お寺とか神社に行くっていうあの空気感が私すごい好きで。確かに。そうなんですよ、だから特別だよね。うん、ちょっとウキウキしません。うん、わかるわかる。おみくじとか、うん、いいね。うん、ほんとね、年始だけって感じするもんね。ね、だからそれが楽しみですね今は。いいね、うん、いいねいいね。いつだったか専門学校のみんなで行ったよね。いつ、3年前とか。すごく前、2年前とか。あれ、記憶が飛んでいるかもしれない。私今探してるんですけど、まあ、日和とかね、結構毎年行くぐらいだ。記憶が重なるわ、それ、ね、まあ、うん、重なってるかもしれない。かもしれないです、ね、またね、みんなで行けたらいい、ね、ふと思い出した。みんなで行ったの。いいね。そしてガベちゃん見つかった？もし見つかってない。あら。どうしよう。私見つかってないな。
そうだ思った、さっきね、何話トークテーマで何の話しようかっていう、まあ打ち合わせですよ言ってしまった打ち合わせですよ、うん、その時になんか私がライブに行く予定があったんですけど、うん、今思ったら24日で過ぎてます、ライブ終わってます。あら、なので私は何が楽しみだろうな、楽しかったになるんじゃない。そうだね、楽しかったことだね、うん、12月か、なんだろう、あでも年末の、うん、なんで笑ってる、空を見つめてたんだ今天井のね、何か見えてるのかしらと思って年末 の、 あの日和と同じ感じで年末の空気感が楽しみかも、うん、あいいね、もしかしたらキャンプに私も行く可能性が、いいね、なきにしもあらず、なきにしもあらず楽しみですね。なんとなくですけど年末の感じが楽しみかな。最近はね、うん、ちゃんと起きて年越すようになったから、おいいね、私起きて年越すこと知らなかったからさ、寝ちゃってたの、うん、健康的だね。沖縄そば食べてぐっすりですよおやすみなさいって言ってなので私は多分今一番楽しみなのは、うんうんうん、あったらキャンプ行けたらいいなっていうのでそれですかね。いいですね、うん、皆さんも今後楽しみなこと、うん、何かあったらね、うん、そうだね、ツイッターの方にお願いします。お願いします、教えてほしい、ね、人の楽しみなことを聞くとねなんかワクワクするよ、ね、楽しくなっちゃうね、うん、楽しくなっちゃうお裾分けだね、そうそうそしてそして、はい、そんな今日はですね2作品お届けしますよ。ダダダダン、はい、1作目豆まき、豆まき、これは水色文庫さんの水木優さんの作品です。ありがとうございます、はい、あと一つは綿抜きの花嫁、お、こちらは鍵谷元也さんの、鍵谷シナリオブログで読めますので、はい、この2作をお届けしますよ、はい、準備よろしいですか。 OK です。では2作続けてどうぞ。豆まき、水木優。その男の子がどこからやってきたのか村の誰も知りませんでした。男の子も話そうとしませんでした。ただ男の子が心に深い傷を負っているらしいことはみんなにも分かりました。なぜなら男の子からは深い苦しみと悲しみが感じられたからです。いつもそうするように村の人たちは男の子に何も聞かず、ただ黙ってご飯を食べさせ子供のいる家に寝泊まりさせてやりました。そこは特別のでもとても小さな貧しい村でした。男の子一人とは言っても食べる口が一つ増えたわけです。けれども誰も文句を言うものはありませんでした。村の子供たちは小さな学校に行っていました。しかし皆貧しいので学校の畑では作物を育てていました。畑の仕事もまた勉強のうちだったのです。あの男の子も家の子供たちと一緒に学校に行きました。けれどもやっぱり何も言いません。ただ黙って苦しそうに窓から海を見つめているばかりです。ある日村の子供の一人が男の子に言いました。今日はみんなで豆を植えるんだ、君も来いよ。男の子はしばらく考えていました。実のところ男の子は畑仕事なんか一度もしたことがなかったのでした。それって楽しい？と男の子が聞きました。男の子が口を聞くのを初めて聞いて村の子供はびっくりしてしまいました。でもしばらくしてから正直に答えました。うん、それほど楽しくない、どちらかというと大変だ、喉は渇くし腰も痛くなる。そんな辛い仕事に僕を誘うのはなんで？それは仕事の人数が増えると楽になるから。それもあるけどそれだけじゃないよ。じゃあなんで？なんでなのかうまく説明できないよ。なんとなく君も一緒に豆を植えたらどうかなと思って。それに豆まきは苦しいばかりじゃないよ。何があるの？芽が出た時は嬉しいんだ。大事に育てて豆がなったらいろいろと役に立つ。君は豆を食べたことある？
もちろんあるよ。バカにしてるの？してないよ。でも例えば味噌って豆から作るってことを知らない子供はいるからね。そうなの？男の子は目を丸くしました。どうやらその男の子も味噌が豆からできることを知らなかったらしいのです。そうだよ。他にもいろいろ作れるよ。何が作れるの？畑に来れば教えてあげるよ。そこで男の子は豆を植えるために畑に行ってみることにしました。子供にとってそれは結構辛い仕事でした。畑を耕してから灰をまき、植えを作ります。一本ずつ丁寧に土を盛り上げ、植えを平らにします。水はけが良くなり豆がよく育ちます。作業もしやすいのです。きれいに植えができたら小指くらいの太さの棒で穴を開け、そこに豆を 2,3 粒まいていきます。男の子はそんな面倒なことをせずにいっぺんにバラバラっとまいてしまえばいいのにと思いましたけれど、それではダメなのだそうです。鳩がみんな食っちゃうし育ちも悪くなるからね。それに余分な豆は取ってないから一粒も粗末にしちゃいけないんだ。一番いい豆だけを種に残してあとは食べるために使うから。豆は味噌を作る材料になるばかりでなく、豆腐やきな粉や醤油や納豆まで作れるんだということを男の子は初めて教わりました。そればかりか、おいしい枝豆だってこの豆のことだったのです。男の子も豆まきに加わりました。言われた通り棒で土の表面に穴を開け、豆粒を落としてから土を丁寧にかぶせます。そこに豆を埋めたことが鳩にバレないようにしなければいけません。とても時間がかかる作業でした。隣の上で作業をしていた村の子供はどんどん進んでいってしまいます。僕ってのろまだね。慣れてないからだよ。でも君の方が丁寧だね。ほら、早いよりも丁寧な方がいいよ。それに慣れれば君だって早くなるよ。そうかな。額から汗がひっつたって鼻の頭からポタポタと落ちました。ひどく喉が渇き、腰も痛くなってきました。顔をしかめながら立ち上がって腰を伸ばすと、隣の上の子もちょうど立ち上がって腰をトントンとやっているところでした。目があって、なんとなく二人は笑い合いました。村の子も腰が痛いんだ、きっと僕と同じように喉も渇いているんだろうなと男の子は思いました。そういえば村の子は名前は何て言うんだっけ。男の子は笑顔になったことが照れくさくなり顔をそらしました。すると視線の先には初夏の日に飛行を受けてキラキラと光る海がどこまでも広がっているのでした。豆まき、水木優、朗読、崎山日より、壁真奈美、松本流星。綿貫の花嫁、鍵谷元也。綿貫、4月1日と書いて綿貫と読む。それが私の名字であり、私の誕生日。学生の頃はよくこの名字でからかわれたりした。だから私は自分の名字が嫌いだった。でも今はこの名字でよかったと心から思える。あかり、準備できた？わあ、すっごい綺麗。ありがとうかな。こりゃあいつも惚れ直すわ。今日はそのごめんね、来てもらっちゃって。何言ってんのよ、親友の結婚式なんだもん、出席するのは当然でしょ。そんなこと言ってくれるのはかなくらいだよ。ああ、かなと結婚すればよかったかな。今からでも遅くないぞ、駆け落ちしちゃう。にしても
もう2年か。うん、早いね。あいつに出会ったのって高校の時だっけ？高校1年生の冬だよ。時期外れで転校してきたからよく覚えてる。ああ、そうだったね、思い出した。最初見た時は変なやつって思ったんだよね。私も。あかりも？まあそりゃそうか、いきなりリーゼント頭の学ランで登場だもんね。第一声が、今日から俺がこの学校を閉める、だからね。で、リーゼントのカツラを取ったらその下が丸ボスでね。そしてその後のセリフが笑いでって言って教室はドッカンだった。あれは笑わせてもらったわ。私は引いたんだよね。まああれは好き嫌い分かれそう。だから最初はちょっと苦手で話さないようにしてたんだ。でもそれからすぐに付き合い始めたんでしょ？正式にお付き合いしてくださいって言われたのは大学に入ってからかな。高校の時あんなにラブラブだったのに付き合ってなかったんだ。私たち周りからそう見えてたの？気づいてなかったんだ。やだ、恥ずかしい。まあまあ、もう時効ってことで。でもさ、最初距離を置いてたのにどうして話すようになったんだっけ？私の名字かっこいいって言ってくれたんだ。ああ、あいつなら言いそう。珍しいとはよく言われたけど、かっこいいって言ってくれたのは初めてだった。あかりずっと名字嫌がってたもんね。毎年毎年からかわれてたら嫌にもなるよ。嘘の誕生日プレゼントとかさ。確かにね、エイプリルフールのいじられ方は半端なかったもんね。クラスの風物詩にされてたからね。どれだけ一日で綿抜きを騙せるかって競われてたこともあったしさ。うわ、最低。そんな時だった。綿抜きって名字かっこいい、交換してくれって言ってきたの。交換って発想が小学生レベルよね。まあね、最初はどうせからかってるんでしょって思って、じゃあうちに養子に来たらって言ったの。あいつどう返したの？目をキラキラさせてね、いいアイディアだって。あいつの反応はいつも斜め上を行くよね。でも本当にすごいのは次の日、私の家に来て親に交渉してたんだよね、養子にしてくれって。うそ、それはちょっと引くかな。まあそうだよね、引くよね。私だったらもう近づかないわ、そんな危険人物。私もそうしようと思ったんだけどね、次の日に相談があるって呼び出されたの。相談？うん、お母さんに気に入られるにはどうしたらいいかって。諦めなかったんだ。とにかくそれがきっかけだったんだ、話し始めたのは。そんなことがあったんだ、知らなかった。なんで言ってくれなかったの？いや、言えないでしょう。そりゃそうか。で、一緒にいたら面白いし、なんとなく気づいたらいつも隣にいるのが自然になったんだよね。だから周りはすっかり付き合ってるもんだと思ってたんだよね。お願い、そのことはもう言わないで。でもまあいいじゃん、それが結婚まで行ったんだから。うん、そうだね。ちなみにプロポーズの言葉は？頼むあかり、俺を綿抜きにしてくれ。あいつらしいわ。そんな人だからこそ私は好きになったんだと思う。あれ、ってことは婿入りするってこと？うん、そうだよ。結婚する条件として婿入りすることだって。いやいやいや、どうして結婚を申し込んだ方が上から目線なのよ。それでね、私言ったの、もし私の名前が綿貫じゃなかったら結婚しなかったって。それであいつなんて言ったの？急に真面目な顔をしてね、ごめんあかり、たとえ君がどんな名前でも俺は絶対にあかりを相手に選んでた。綿貫の名字になりたいっていうのは結婚を切り出すきっかけだったんだって。おー、あいつがそんな臭いセリフを。私もびっくりした。葬儀の時親戚中にバラしてやればよかったのに。私も少し考えた。あ、そうだ、忘れるところだった。はい、これ。ありがとう、よかった間に合って。もし指輪のサイズが合わなくても後日合わせてくれるってさ。だから少し大きめにしといたよ、
式の時はめられなかったら大変だもんね。かな、本当にありがとね。今日のこととかいろいろ。まあ親友からの誕生日プレゼントってことで。でもさ、よく式場は行ってたよね。普通結婚式場って半年前くらいから予約しないとダメなんでしょ？エイプリルフールに結婚しようって人はあまりいないのかも。だから式場でもこういう企画をやってるんだと思う。なるほど。ねえあかり、一つだけ聞かせて。何？これでその本当に忘れられるの？ううん、忘れられないと思う。でもね、前には進めると思う。そっか、ならよし。カナにはずっと支えてもらってばっかりだね。大丈夫、その分ちゃんと返してもらいますから。はい、じゃあ60年ローンで。じゃああと60年は生きてないとね。うん、そうだよ。だからカナは死なないでね、私を置いて。分かってるって。おっと、そろそろ時間だよ、行こっか。うん。綿抜き、それは私の名字であり私の誕生日、そして世間ではエイプリルフールと呼ばれる嘘をついていい日。今日私は結婚する。でも相手はもういない。だから私はたった一日限定の花嫁。たとえ今日が嘘だったとしても、今私はとても幸せ。明日からはちゃんと前を向いて歩くから。だから今日だけはあなたのお嫁さんでいさせてね。綿抜きの花嫁、鍵谷元也。朗読、崎山日和。我部真奈美。はい、2作続けて聞いていただきました。いや久しぶりの作品多いね。ね、まあ、そのあれだからあれなんだけど、特に久しぶりな感じがする。豆まきも最初の方じゃない？だね。私すごい好き豆まき。ね、すごく好き。かわいい。こちらも今回シャッフルでお届けしました、っていうか前回僕は豆まき読んでないからね。あ、そうですね。うん、ガベちゃんがねそのままねナレーションも読んでたはずだよ前回は。本当に久しぶりだね。ね、なんかこの村すごく好きなんだよね。ね、一緒に巻き込んでくれるのが ね、そう、どこから来たんだろうね。どうだろう ね、楽しみ、楽しみじゃない、なんか考えるのが楽しい。いろいろね、なんか思ったのがずっと海見てるっていうから海から来た子なのかなとか思ったりしてたけど。ああ、そうね、そういうのもある ね、 そうそうそう、ね、なんかね想像が膨らむね。いろいろある、いいですね。ね、いいね。そして綿抜き、僕これ本当に大好きなんですよね。シャッフル、これもシャッフルです。そうだね、普段なんか本当に逆だね、普段読んでるキャラクターというか。そうだ ね、雰囲気がね、基本的にね、なんか逆のイメージがあるけどな。いや、新しい挑戦だったんじゃないですか。はい、個人的にはすごく楽しかったです。私も楽しかったです。綿抜き素敵よ。本当なんかね。本当はね、もうあれ読み終わった後にフリートークに行かないで、もうフェードアウトしたかった、もうなんか、はっってそのまま。感動したものとか見たりするとさ、なんかスンって、浸りたくなるね。そうそうそう、その時間。私がねカットインしてしまったから。どういうこと？そんなことない。そんなことではではとか言って。いやいや、その後に私一番先に喋ったわ。そうなんだよね。いいね。久しぶりに読めてよかったね、これ。ね、そうだね。楽しかった。最後と最後だね。そうだね。はい、ということでね、琴の葉メモリーこれにて終了となりますが、またね来週からね新しい台本をね、はい、またね探して、そう、読んでいきたいと思いますので。はい、もしね皆さんの中でこの
直木さんっていうんですかね、このライターさん。あー、そうだね。この物語とかシナリオを書くのがね、この好きというか方がいて、もしねあれ読んでも大丈夫ですよとかあったらぜひぜひね教えていただけると ね、 ね、助かります。お願いします。お願いします。次も頑張っていきましょうね。はい、新しいお話よし、それでは皆さんまた来週お会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。ことのはメモリー終了終了。お疲れ様です。お疲れ様です。